ただいまよりチャンドラセカールアカデミーインターナショナルスクール京都校の開校式を開催させていただきます。本日はお忙しい中、たくさんの方にご臨席を賜り誠にありがとうございました。続きまして、インターナショナルスクール設立の経過紹介と開校宣言をさせていただきます。クンナ・ダッシュ理事長、よろしくお願いいたします。最近のインドはもうカレーだけじゃなくて、やっぱ IT、 中国と勝てない人口が多い。最近すごいから、皆さんはやっぱりインドって言ったら昔のイメージとは全然違う でインドって言ったらみんな宗教とかそんなんじゃなくて、みんなトップクラスの人が今平等にみんないる経済発展、まあ、そういうことをいろいろこれから一緒になって頑張っていかないといけないので、別にインドがこうとかみんなのお願いしますね。日本政府がすごく今インドが好き、インド人がもっと来てほしい、ただインドの優秀の人は残らない、このような話を門川市長さんに僕お願いしましたね。市長、こういう学校をね京都でもしてきたらやっぱりいいなと思う。多分本当だったら私もお金もないし何もない人間を、普通だったらねもっと上の人を選ばないという市長さんの見る目が多分あると思ってるので、こんな人間をもっと上の人いっぱいいるので、僕のことを好きになってくれて、やりましょうやりましょうとかね。だからここの役所の人たちもね、トップがいいから役所の人たちもすごくいいね。本当にありがとう。で、領事さんにも僕がお願いしに行って、せっかくこういう学校できる、これをちょっと僕のために応援しに来てください。インド商工会のラムさんもロイさんも勝田さんも、あと野口さんもジェトロの今役員トップになってる東京からわざわざね、東京本社から野口さんも来てくれて、で、牧さんもね今すごい頑張ってる、またいっぱいいろんな人、エンディアの人、そう、もういろんな人がいっぱい来てくれて、まあ、一人一人ちょっと紹介するの大変だけど、こういう感じでそこに鍵を入れてるので、また僕いっぱい喋ると大変だから、それちょっと呼んでください。で、これからも応援してください。で、クラウドファンディングの皆さんもいっぱい助けてくれて、今日もありがとうございます。大丈夫だったかな、時間。続きまして、来賓の皆様を代表して3人の方からご祝辞を頂戴いたします。はじめに、在大阪神戸インド総領事館総領事T. アムストロング・チャングさん様、よろしくお願いいたします。 It's really a delight to be here this morning in the midst of you all in Kyoto city, andit's also a privilege for me to be standing here this morningon this very, very rare occasion, and on this very, very important occasion at the opening of, at this humble but important beginning of an international school or an, based on an Indian curricula which will be starting in this beautiful and ancient city of Kyoto.では、最初のお名前はちょっと長くなりますので割愛させていただきます。皆様、今朝こうしてですね、皆様と一緒にこの場に、来ることができまして非常に嬉しく思います。非常にこの日というのは、先ほどマクナダッシュさんから小さくまずは始めるというお話がありましたけれども、小さくてはあっても非常に重要な一歩であるというふうに感じます。この歴史ある京都という町にインドのカリキュラムを採用したインターナショナルスクールを開校する日というということで、実行したときにですね、立ち会うことができまして非常に光栄に思っております。Mr. Kunadas has given a lot of background of it, and as he mentioned, his more details are also in the paper. But here I would again, once again, like to acknowledge today that this is like the first such, beginning of first such school outside of the Kanto region and in the rest of Japan. And indeed, it is indeed, today is a quite a memorable day.先ほど、グナダシさんから背景についてはお話をいただきましたし、また資料も詳しいものをいただいておりますけれども、まあ、今日ですね、初めて、まあ、関東以外で日本では初めてこの、インドの、形式を取ったインターナショナルスクールが、オープンする、開校するということでも非常に記念すべき日だというふうに感じます。 So Your Excellency, I would like to take this opportunity to thank you for all the support which you and your government and your colleagues have given and to promote India-Japan relations.
ですので、この場をお借りいたしまして、改めて秘書におかれましては、これまでいただいてきました日本とインド、日本と京都との関係の交流のですね、促進、そして市を挙げてのご協力といったものに感謝を申し上げます。So, the initiative which Mr. Kunnadas and the Chandrasekhar Academy and all his friends have taken in bringing, in starting with a very humble beginning of opening a school, grade 1 to 3, I believe, is something which really needs to be appreciated and encouraged. And I do hope that the school grows from strength to strength and more professionals from India, youngsters especially,those with, who are beginning of their career, but who are like full of ideas, full of dynamism, full of very, very professional in their work, will be more and more present in this part of Japan and especially in Kyoto.ですので、本日マクナダシュさん、そして皆様のご協力、またイニシアチブによって開校されますこのチャンドラセカール、インターナショナルアカデミーインターナショナルスクール、京都校ですね、こちらまずは1年生から3年生までの募集から始まるということですけれども、今後、規模がさらにですね大きくなって、より多くの若くて優秀なインドの人材というものが、たくさん京都に来てくれるということを期待しています。それによって、若くはありますけれども、その分ダイナミズムを持った力強い人材というものがより多く京都に入ってくるようになってくれればというふうに思います。So in these few words, let me conclude by thanking the Honorable Mayor and all of you distinguished ladies and gentlemen, for your presence here today, for blessing us, and also, with all my good wishes to the, to Mr. Kunnadas and the Chandrasekhar Academy and all its faculty.それでは最後になりますけれども、改めまして市長をはじめ皆様ですね、この学校の開校式に改めてご同席いただきましたことを心よりお礼申し上げてご挨拶をさせていただきます。 Thank you. え、3年前ですけど、モディ市長の側近の方が、いろんなことで私もご縁がありまして、私の携帯電話してはりまして、電話してくださって、来週、モディ首相は東京に行って安倍総理と会談する、インドがモディ政権の下で本格的な外交を始める、その一番を日本になった。しかしモディ自身は東京で安倍総理としゃべるより、まず京都で話をしたい。哲学の道を歩きながらインドと日本の未来を語りたい、こういうふうにおっしゃったんですね。哲学の道って細いですよって。しかし、政治は東京を中心に交流しているけど、文化、宗教、学問、これは京都を中心に交流したい。これがモディ首相の強い意向であり、一日外交日程を始めて早めて京都に行きたい、受け入れ体制はできるかと、こういうことですので、外務省と相談していいから、いや外務省は関係ない、総理同士、首相同士の合意だ、こういう話でした。京都は40年前に世界文化10都市というのを宣言しております。どうぞこの地でインドの素晴らしい文化が発展する、同時にこの向島という地域は素晴らしい歴史と伝統、人々の力がある地域であります。この度も多くのご理解をいただきました。そしてこの向島の文化にも馴染んでいただき、文化が融合する、そのこともお願いしたいなと思っています。またクックンナさんとは一つのご縁がございまして、約5年ほど前ですね、私、まあ、小学校教師やってたんですけども、その教え子の親が今日来たらですね、八木さんがちょっとね、代わりに国領さん来てますけど、あ、その親御さんがですね、ちょっとあの松平健にそっくりで、ね、おもろいそのインドの方がいはるやとちょっと紹介をちょっとさせてほしいということで紹介していただいたのが最初きっかけです。そしてお会いしてですね、なんとペラペラ喋ってですね、本当によう日本語がこんだけ流暢に喋れるなと、またユニークでですね、大阪弁教えてくれた人のおじさんそこにいるから喋れるかもしれない。そして
本当にですね、京都が大好きな、本当に京都が大好きな、そして熱い思いを持っているという。確かにこれからのですね、まあ、安倍さんもおっしゃっている通り、日本とインドとの関係、また京都とインドの関係というのは、これからですね、さらに文化、経済、学術含めてですね、しっかりと連携から協力をして関わりを持っていかなくてはならない大事な国だということを思っておりますので、議会でもそういうことは聞かれるごとに私は申し上げですね、門川市長にもですね、それに対するですね、いろんな施策をというようなことをしてまいりました。この一つの中で、その中の一つがですね、今回こういった学校をですね、作ろうと、京都に作ろうというのが一つの大きなプロジェクトでございまして、それに対して多くの皆さんがご尽力いられて今日迎えられることは本当に嬉しい限りでございます。おめでとうございます。サンドバッグのアカデミーインターナショナルスクール東京校をここに開校いたしました。地域の方々を連携して、これからもどうぞよろしくお願いいたします。I would like people to make their own schools withもっともう自分たちの言葉が勉強できる学校がこうやってどんどん増えてきてくれたら嬉しいです。はい、彼らの学びを応援します。皆様、今一度温かい拍手をお願いいたします。本日開校式にあたりまして、たくさんの、ご来場の皆様方お会いでいただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。今後の訓練ラッシュ理事長は、理想とするインターナショナルスクールを関西の地に創立したいと、非常に長い年月にわたって、願いを持ってまいりました。で、その基本はインドと日本の文化を大切にするインド式のインターナショナルスクールの創立という考え方です。で、その思いを多くの皆様方に、受け止めていただいて、そして本日ここで、チャンドラ・セカール・アカデミー・インターナショナルスクール京都校を、開校することができました。ご臨席いただいております皆様方に厚く厚くご礼申し上げます。ありがとうございます。チャンドラ・セカール・アカデミー・インターナショナルスクール京都校、この名前を覚えていただきまして、本校が高い教育力を持つ、学校として今後とも大きく発展していくことができますように、これまで以上のご支援とご協力をお願い申し上げまして、お礼のご挨拶といたします。本日は誠にありがとうございました。幸せとみきましょうに、苦しみ消えて、おんじゃや神様、あなた万能完全、私は認めます、我々は認めます。捧げる人の困難、捧げる人の困難、すぐ破壊する、オンジャヤ神様。ありがとうございました。ありがとうございます。ハリシャンカルシャルの様、ありがとうございました。そして皆様、本当に今日はお集まりいただきましてありがとうございました。